こんにちは、岩間よいこです。このチャンネルでは、普段の生活で役立つようなスマホやパソコンの便利な使い方や、生活の質を上げる便利なアイテムをご紹介しています。今日は、続ける力というハッシュタグのテーマで、お酒が大好きだった私が8年以上断酒を継続できている理由をご紹介します。私はもともとお酒が大好きで、毎日飲んでたんですけど、2015年に断酒を始めて、そこからは今までもう一回も飲まずに断酒を継続できています。断酒を始めてからはもう圧倒的に時間とお金が増えて、人生変わりましたね。今日はそんな断酒を続けられた理由をご紹介していきます。私は2015年の5月に断酒を始めました。断酒の断は断るっていう字ですね。お酒を断つと書いて断酒。もう一滴も飲まないっていう、一生飲まないと決めて断酒を始めて、そこからはもう今まで、一回も飲まずに続けられています。断酒を始める前はもう本当にお酒が大好きで、もう趣味はお酒を飲むこと、お酒が生きがいっていう感じで、飲み会もよく行ってましたし、飲み会とかがない日でも毎日家で一人で、夜中ぐらいまで飲んでたんですね。でもそういう生活をしていると、もうなんか一日の半分ぐらいがお酒で取られてしまっていて、もちろんもう夜、なんかその日一日やることが終わって、で晩ご飯の時にお酒一緒に飲んで、でそこから晩ご飯終わった後も、こうずーっとこうダラダラ飲んで、寝るまで飲んでるっていう感じなので、もう夜の時間ってもう何も使えない状態ですよね。で、それが毎日なので、で、まあ、正直毎日酩酊状態になるまで飲んでたので、次の日もお酒が残っていて、毎日二日酔い。なので、毎日午前中はもうお酒が残っていて、ぼーっとしてるような状態。日中もお酒が残っていて、仕事とかもうまくできないし、仕事が終わった後も夜はお酒を飲んで時間が消えるっていう状態で、もうなんかお酒に支配されていて、これじゃダメだなっていうふうに思ってたんですね。でもお酒を飲むことがすごく好きだし、飲み会とかも楽しいし、なかなかやめられずにいたんですよ。それで2015年に断酒を始めてもきっぱりやめる前にも、その飲みまくってるのが良くないと思ったから、ほどほどにしようっていうのは何度もチャレンジしたんですね。家で一人で飲むのはやめようとか、でもそういう飲み会とかだったら、まあコミュニケーションもあるから、飲み会とかはたまに行って飲んでもいいっていうことにしようとか、そういうふうに飲む量をコントロールして、適度にしようっていうのは何度もチャレンジしたんですけど、気づいたらまた毎日飲みまくる日に戻ってしまってというふうに、そのほどほどにするっていうのは、こう何度も失敗してしまってたんですね。断酒を継続するコツとしては、そのほどほどにするっていうのは逆に難しいんですよね。なので、あくまでも断酒、もうお酒を断つ。お酒以外の何か好ましくない習慣にも言えることかもしれないんですけど、もうそれをしないことが当たり前の状態にするっていうことですね。2015年から断酒を始めて、もう一滴も飲んでませんっていうと、そんな極端なみたいな。あんなにお酒好きだったのに、一生飲まないとかまでしなくてもいいんじゃないみたいな。たまには飲めばいいんじゃないとかいうふうに言われることも多いんですけど、そのたまに飲むとか、そのほどほどにするっていう方が難しいんですよね。なので、摂取じゃなくて断酒の方が簡単なんですよ。摂取っていうのは、節度ある飲酒の節ですね。節分の節。節度ある、適度な飲酒をするのが摂取。で、断酒はもうお酒を一切断つ。断酒の方が簡単なんですよ。摂取をしようとしてた時は、やっぱり一杯飲んでしまうともう止まらなくなるし、お酒を飲むっていう習慣が続いてること自体、
その中で、量をコントロールしなきゃいけないっていうのがすごい精神力を使うんですけど、もう断酒、もう一切飲まないって決めてしまった方が、もう飲まないことが当たり前っていう風にできたんですよね。あれだけお酒が大好きで、もうお酒が生きがいっていう風に思ってたんですけど、断酒、もう一生飲まないって決めてから、もう一週間ぐらいお酒を経ったら、あ、もうなんかこれずっと飲まなくて全然いけるな、みたいな。最初の2、3日はやっぱり、あ、飲みたいなっていう気持ちがあったんですけど、もう一週間経つと、そういう飲みたいなっていう気持ちもなくなったんですよ。で、お酒をやめると、もう日中もすっきりと過ごせますし、ご飯も美味しくなるし、夜の時間なんかも有効的に使えるから、もう再び飲みたいっていう風に思うことは、もう一週間ぐらい続けた時点でなくなったんですよね。なので、断酒を続けられている理由は、まあ一つには、その、ほどほどにする摂取とかじゃなくって、もう一生飲まないと潔く決めたことが、良かったなと思います。で、あとはもう一個、続けられた理由としては、仲間と一緒に頑張るっていうことですね。私はツイッターで、断酒用のアカウントを作って、で、それで他のこうツイッター上で断酒に取り組んでる方とフォローし合うことで、こう、あ、みんな頑張ってるんだなっていうので、そのつながりとかもあったりとかして、それも続けることに役立ちましたね。何かに継続して取り組むっていう時に、やっぱり一緒に取り組んでる仲間がいると続けやすいと思うんですけど、まあ私の場合、断酒で、別に自分のこうリアルな周りの友達とかで断酒をしたいっていう人はいなかったから、ツイッター上で探しました。って言っても別に、こう断酒用のアカウントを作って、本名とかも書かずに、で、それで断酒とか言って、ツイッターで検索すると、同じように断酒に取り組んでいる人のアカウントとか出てくるので、それでいいねしたりとかして、で、そうすると向こうも、まあ、いいねしてる人を見て、で、断酒用のアカウントだから、それでフォローしてくれたりとかもするので、それでフォローし合って、いいねし合って、あ、なんか皆さん頑張ってるんだなっていうので、やっぱりそういうつながりがあると頑張れますよね。仲間を作るって言っても、そんなしっかりとコミュニティとか入らなくっても、こんな風にツイッターで自分が取り組んでること、私だったら断酒とかで検索すると同じように頑張ってる方がいるので、それでいいねとかしたり、リアルでコミュニティとかに入ったり、繋がったりとかしなくても、そういう気軽にネット上で同じことを頑張ってる方と出会えるので、しかも本名とかじゃなくてもいいし、本垢じゃなくって、その断酒用にアカウントを作ってやればいいので、気軽にそういった一緒に頑張る仲間っていうのも見つけることができて、それも、一つには続けられた大きな理由だったかなと思います。ということで今回はお酒が大好きだった私が8年以上断酒を継続できている理由をご紹介しました。ほどほどにするとかではなくて、もう一切飲まない、断酒するって決めた方がむしろ簡単だったこと。そしてツイッター上で同じく断酒取り組んでいる方とつながったこと。お酒をやめてからはもう圧倒的に時間とお金が増えて生きやすくなりましたので、もしね、ちょっと飲みすぎているなっていう方は参考にしてください。このチャンネルではスマホやパソコンの便利な使い方をご紹介しています。興味を持っていただきましたら、フォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。